だったんだけど、ライブじゃないと思ってても、ずっと1ヶ月ぐらい前からずっともう見に行く見に行くっていう話をして、はい、全然夜にライブちゃう。朝もラジオと3、2、1スタート。はい、お願いします。今日もトロピカルビーチからお送りしますよ、はい、いいですね。今日本当に人が多い、今日多いですよね。すごい、もうパラソルも全部開いてるし、う、うん、海にも人いっぱい泳いでるし、そう、あといい匂い超、今日はね、スバーベキュー、バーベキューもう超いい匂いしてる、すごいし、なんかあとは中学生のね、なんか集団とかも、はいはい、なんかいてて、さっきね、あの広場のところでね、はい、微笑ましい光景見てましたよ、僕は。何してました？あのね、なんかバレエをやってるんですよ、はい、やってるんですけど、そのビーチバレーみたいな、はいはい、でもそのコートをね、はい、自分たちのね、履いてた靴を並べてね、真ん中の線にしてるんですよ。かわいい。かわいいでしょ。で、さらにその競技でまたかわいいのが、バレエやってるんですけど、ワンバンオッケーなんですよ。ワンバンオッケーで、このちゃんとラリーをして楽しんでるっていうね。かわいいね。かわいい、微笑ましいなと思って。そうか、団体もいいですよね、広く遊べるからね、そう、海だったらね、いやー、本当に。いい、今僕らの目の前にはもうね、ビール片手に、そうですね、夏を満喫してらっしゃる方々が、ビール飲みながらおつまみ、あ、いいね、おつまみながら、いいですね。いいな、もう本当に今このね、放送、はいはい、ビーチにも流れてるんで、ぜひね、うん、音楽とかもトークとかも、そうですね、楽しくお届けしていこうかなと思っておりますよ、はい、トロピカルビーチの売店から今放送してます、うん、はい、売店、トロピカルハウス、はい、わかりますかね、場所、ビーチの皆さん、事務所とかの方です。今売店ももうひっきりなしに買いに来てて、人がね、ずっとね、人が行き来してますよね、はい、ね、うん、何があるお菓子とか、ね、冷食とか、はいはいはい、アイスとか、ぜんざいとか売ってますから ね、 ね、でもお車の方はノンアルコールのオールフリーとか、はいはい、あ、オールフリーもありますね、あるからね、いいですよね、はい、ぜひちょっとね、暑すぎるので、はい、うん、なんか一休みしにね、こっちやや涼しいんでね、売店の中のね、いやいや、てかだいぶ涼しいですよね、まあ外と比べたらね、そうそうそう、もうちょっと遊びに来てください、はい、できたらね、私たち喋ってますので、うん、ぜひ合図してほしいな、お願いします、ますよ、はい、ツイキャスも来てますね、はい、いただいてます、この放送ね、ラジオで FM ギノワンの 79.7 メガヘルツでお送りしておりますけれども、ユーストツイキャス、あ、ユーストやってない、ツイキャスで放送しております、はい、FM ギノワンのホームページから見ることができます、はい、そっちも覗いてみてください、ね、します、ラブさんから来てます、ハイサイサングラスって靴を LINE にいいねって、バンバン OK って面白いって、ね、ラブさんこんにちは、ありがとうございます、ラブさんね、どうも、はいはい、うん、前土曜日の番組で来てくれてたなと思って、はい、あ、そうなんですね、覚えてますよ、ありがとうございます、さあ、そして、あ、ひとみんさん、ひとみんさん、ありがとうございます、ひとみんさんはひとみんさんかな、びっくりラジオの、あ、そう、ね、僕らのこの今回出る、はい、出演するミュージカルが、はい、僕が演出してるのあるんですけども、 そ、 うです、ね、そこにもひとみんさんが、今日も名乗ってましたっけ、私たち、え、あ、言ってないですね。名前を言ってない、確かに。FM ギラーのゆきと、はい、東です。じゃあお送りします。はい、東さんは、はい、ミュージカルの今演出をされてるんですよね。そうですね、演出兼出演って、はい、まあ、そこに、まあ、出演していただいてるひとみんさんからコメントいただいてます、ありがとうございます、ありがとうございます、今日はね、ゲストになんとキャストの方をお迎えしてますので、ね、この後美男美女ね、迎えしてますよ。待ってる人たくさんいるんじゃないですかね。お楽しみください。オープニングの後ご紹介しましょうね。はい、シュプリームさんからもいただいてます。ゆきさん、アズマックスさん、こんにちは。こんにちは。はい、東京は梅雨のような日が続いています。雨ばっかりなんだ。そうなんですか。沖縄でも最近全然雨降らないですよね。ゲリラ的なものはね、そうそうそう、降ったりするけど、夕方に一瞬降ったりとか ね、あるけど、なんかずっと今日は雨模様だなっていうのはなかなかないですよね。安定してますよね。うん。もう
か東京梅雨か、出た、シムシュプリームさん、アズマックス、今日はブーメランパンツで海入りましたか。そうだそうだ、いや今日も入れない今日も忙しかったいやあの本当もう毎週毎週申し訳ないです。まあ本当にね、本当夏終わりますよ、終わっちゃう、このまま入る入る詐欺で終わっちゃういや今日はでも履いてなさそうな服装です、ね、今日はちょっと履いてない感じですね頑張って入りたいなと。いや頑張らなくてもすぐ履いても、分かってるけどなんか決断ができないなできない男だな俺は。実は海嫌いなんじゃないですか。そんなことないですいつも入る入り言ってるけどいやもう今日は飛び込みたいですよ。今日も今日もね、はい、いいです ね、あラブさんも美男美女が出てくるって感じ。そうですよそうですよ、楽しみにしててください、はい、コメントもお願いします。はい、今日はね、今日も、まあ、ゲストさんもいらっしゃるんですけど、テーマを毎回設けてるんですけども、はい、今日は思いっきり丸々したことでいこうと思います。あの思いっきりした、思いっきり何かしたこと、おなるほど、思いっきり最近やっちゃったってこととか、 ど、 どっちでもいいんですけど、もう周りの目を気にせず思いっきりやっちゃったです。そうです ね、もう、はい、マイペースにガツンとやったよっていう、ちょっとつ盲信のそうエピソードがあればあるということですね。はい、夏休みの子供たちは思いっきり遊んでるでしょ、うん、いや本当ですよ、ね、本当にセミなんかずっと追いかけてますよもう時間がたくさんあるからもう思いっきりもやりたいことやってるはず、うん、はい、うん、今日遊びに来てる人も思いっきりもうこれ夏満喫でしょ。いや満喫いいですよ、うん、あやっぱ思いっきり楽しやった方が楽しいですから ね、海はもう思いっきりできる場所ですよ ね、うんうんうん、そうですね、開放的になって ね楽しんでいただきたいなと。そういうエピソードとか、はい、最近のことを皆さん教えてくださいね。お願いします。お待ちしております。はい、アドレスは797@fmginowan.com です、はい。では、1曲お届けしてから。はい、いきましょう。はい、ゲストをね、うん、ちょっとお待ちいただいてるので、1曲をお届けします。では、ケツメイシでリズムオブザサン。じゃあどうぞ。はいはいはい。めっちゃ太陽出る。あこっちにあそう。あ大丈夫大丈夫。わおわおわ。はい。焦った。スカグアイ。あ、東さんが映ってない、はい、いや、いいよ、二人が映ってない。あ、もうゲストさんをアップになってます、ね、今どうですか、ゆかちゃんが映ってない、なんかあんま映ってないから、今もうちょっとあ、映った、どのぐらいだっけ、見えない、反射して東さん、私、こう映しましょう か、 なんかそっちから、あ私はいいんで、よいしょ、そんなじゃ下がった方がいいのかも、慣れ気味これぐらい、あずまさんも映ってる、どうもどうも、本当に景色綺麗、シャゲさんが消えた、どっか行った、いつ、バンチ海大好き、夏とかなんですね、シャゲさん、右側の方が見えます、最初はもう、だけど漏れたら、ちょっと、たぶん10分、20分とか。しかも、上出たら急に朝すいません、CM なら2分後に始まります。はい、お願いします。私、感情って、まあ、聞いてたら、振り向いたもないもん。あの、すり越えさ、今頃は死ぬよ。すり越えさ。ちょっと、あ、届かないんだ。届かない。何人だよ。これさせておいてもらっていいですか、あ、ごめんなさい、あれ止まってる、
間進んでる。時間は進んでます。動いてますか。どうですか。ちょっと一回切りましょうかね。